お疲れ様でした。明治安田生命 J1 リーグ北海道コンサドーレ札幌対、アビスパ福岡の試合、1対2で敗れました。ちょっと一言だけいいですか。悔しい。それに尽きる。悔しい。どう悔しいとかはありません。悔しい。もうね、なんだろう、多分ね、サポーターも選手もって感じだと思う。そして今ね、カメラを構えてくれてるカメラマンもどうでした？ なんかよくわかんない。声のトーンが 死んでますけど。いや、もうなんかね、なんだろうね、この悔しい、とりあえずなんかもういろいろよいしょよいしょ悔しいポイントが多すぎて、もったいねえって、マジもったいない。もうこれさ、勝ち点ゼロきついって、この試合で。なんかもうさ、ACL 圏内とかを狙うチームがやる試合じゃないよね、正直。厳しいことを言いますけど、より高みを目指すのであれば、今日のようなゲームは勝ってほしかった。ね、雨とか条件ありますけれども、それは相手も同じなわけでして。前半はね、なんか記憶あります？前半。チェック決めましたね、また。何よりもね、本当にね、東亜君がマジでよかった。よかったよね。本当に思ってる。あんまり反対側で見れてなかったか。見えなかった。見見づえらない。い。ゴールが見づらいね、あれ、反対側がね。まあ、そういうスタジアムなんでしょうがないんですけれど、ただゴールが入った、やったーっていうのは、できたんで。ねえ、東亜君が本当にすごかった。素晴らしかった。やっぱりボール、自分で持ち運べるっていうのはもう武器だね、あれは。まあ、ちょっと危ないシーンとかもありましたけれども、やっぱりそれをこう、比べても、天秤にかけても、やっぱり出したくなる選手だなとは思いましたし。で、チェックで先制して、1対0。まあ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 、内容こそはねって思いつつ、まあ結果が出てるからって思って後半臨みました。ちょっと、僕ね、3分間ぐらい記憶ないんですけど、記憶ない間に2点入れられてまして。大丈夫ですか？気にしなくて。なんでそんな喋んないですか？カメラマンは。ね、だって雨だし。雨だし？なんかあんま記憶に残らない試合だったから。今回ね、九州遠征ということで、明日は大分に行くわけじゃないですか、我々ね。で、今日勝って、明日も勝って、まあ、最高だっていう遠征にしたかったんですけれども、すっごく最悪の滑り出しですね。あ、後半ほんとね、どうしちゃったの、あれ。立て続けにポンポンとやられましたけれども、ちょっとほんと記憶がなくてですね。で、その後もさ、てか金子も PK あったしさ、あれはね、決いめや、ないと金子のね。PK はな、入ったと思ったよな、みんなね。もう、まあまあまあ、そういうこともあるんですわ。勝負ごと。で、最後ね、俊太かな、あれ、シュート打ったの。いやー、何あのビッグセーブ。何よ。アビスパさん、今日じゃないでしょ。もう、101勝目おめでとうございますかもしれませんけど。はあ、もうほんとね。悔しいっす。もう、それ以外出てこない。で、やっちゃいけん、こういう試合は、ほんと。ダメ。なぜなら、我々は ACL に向かうチーム、そしてね、ルヴァンカップもこうやって一発勝負が控えてるわけで、こういう試合をね、一発勝負の決勝とかでやっちゃったらどうよ。ね？だから、我々サポーターもですね、一心、気持ち切り替えて、今日から戦ってますんで、次節以降もね、ちょっと、選手の皆さん、よろしくお願いします。まあ、ブレイクがね、途中で7月後半入るんですけれど、それまでちょっと頑張りましょう。はい。水曜日はね、天皇杯あるんで、絶対落とさないように頑張りましょうか。はい。今日の MVP はどなたですか？どうぞ。該当なしということでね、本日は、私は東亜君です。まあね、こういう試合もあるとは思いますけれども、サポーター一同頑張っていきましょう。悔しい。うまくまとまんないね。久々だし、こういう動画撮るのも。はい。ということで、皆様、ご視聴のほど、ありがとうございました。お疲れ様でした。